韓国オサム一部は7日、去る2日、東海上で打捕された北朝鮮住民2人を今日午後3時10分頃、ろ、反問店を通して北朝鮮に追放したと明かした。オサム一部はブリーフィングを通して、韓国側の関係当局は去る11月2日、東海 NLL 北方境界線近くの海上で、北朝鮮住民2人を打歩し、 合同調査を実施したと説明。また、調査の結果、二人は二十代の男性で、東海上で創業中だったイカ釣り漁船の同僚乗組員16人を殺害し、逃走したと分かったと明らかにした。二人の犯行経緯について、おさむ一部のキムヨンチョル長官は、北側に追放された二人は今年8月、 金策港を出港し、ロシア海域などでイカをしていたところ、船長の過酷な行為によって3人が共謀して船長を殺害。以降、犯行を隠蔽するため残る船員15人を殺害し、逃走目的で金策港に再入港した後、共犯の一人が逮捕されたことを知り、再び逃走して会場を南下したと説明した。 北に追放された二人の亡命医師について、金長官は、最も重要だと考えていたのは、亡命医師とした上で、亡命医師を信頼することができないとの結論を下したと明かした。その理由について、金長官は、二人は殺害事件を起こした後、 当初は事故をに逃亡することを計画し準備する中で近作港近くに移動したが、一人が、一旦戻ろう。死ぬなら、祖国で死のうと合意したと陳述しているためと説明。また、韓国に難化する過程で、韓国海軍と遭遇し2日間、海軍の統制に従わず逃走し、 韓国軍の警告射撃後も闘争を試みていたことも理由に挙げた。